すまん、ちょっと酒焼けしてるかもしんない。前にアンテ3曲初見プレイの動画でさ、今回の3曲は激音にだけショックアローなんだねとか抜かしてたじゃん。そんなことねえよ、普通に赤からショックアローだよ。何を見て言ったんだろう、やばくない？虚言じゃん。やっぱ私が言ってること全部適当なんだな。15のやつ、ちゃんと曲名を覚えるためにはリザルトツイートするときとかちゃんと曲名書いた方がいいと思うんですよね。人間は書いて覚えるんです。わからない譜面があったらノートにわざわざ書き起こして勉強してるじゃない。同じように曲名書いて覚える。あ、ここからの判定果たしてどうなんですか。私が見えてないだけ？リズム一定だからいくらフリーズとショックアローで見えにくいとはいえ、そんな連続でパフェるのおかしいと思うんだよな。前も言ったことですが、慣れたら全然14くらいだと思う。低速の判定がやっぱりなんだか気に入らないけど、私の体感だけで申し上げますと密集フリーズ前半は遅い気がしたんよ。やたらファスト連発しないかって、で後半が早いっていうか判定戻る感じする。まあ私が言ってることなんてそんな当てにならないと思うんでいいとして、そうだわ、聞いて、私めっちゃファスト出るようになったんよ。この曲だけすごい目立ってるだけかもしれない。 BPM も遅いしさ、ショックアロー直後の矢印は基本的に遅め入りぐらいのレベルでいいと思うんだよね。単発の矢印1個置きにショックアロー入ってるとこってジャンプでもいいけど、左足中央に置いたまま右足だけで拾いに行くのも悪くないなって今やってて思いました。その方がファストを抑えられそうな感じがしたよね。で最後の方すげえ早踏み主張になっちゃってビビった。まあ1個は出たんだけどパフェが、しょうがないです。だって普段さ、ショックアローの曲でスコア出すことってあんまりないじゃん。注意力散漫すぎてどうでもいいパフェも出てしまったような気がしないでもないけど、序盤がずっと白かったんでそれで総裁です。